死に損ないの体でチャクラもない、そんなお前に何ができる。何もできやしないのさ。何しろお前は大切な人を亡くし、夢を叶えられなかった失敗だらけの間抜けだ。失敗作のお前が神の前に立つなよ。バチマリだ。確かにお前の言う通り、失敗を繰り返してきた。おまけに多くの過ちを犯した罪人だ。来ないでしまい、どんな失敗の人生でも少なからず光を見つけることはできた。それはお前なんかが気づかないたった小さな光だが、俺にとっては死んでも守らなければならない光なんだよ。クズの割によく吠えるな。すぐに潰されるくせに。クズはクズなりの考えがある。それに今なら俺を支えてくれる奴がいる。そう簡単に潰れやしない。死に損ないの虫けらが立ったところで結局は何もできやしないのさ。分かっている。だがそれでもやらなければならないことがあるんだよ。時間稼ぎができればいい。やってくれ俺の体。壁だ。加藤さんが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 壁だ。お前はこんな俺を再び光に戻してくれた恩人だ、サスケ。お前を闇に落とした責任は俺にもある。お前にもう一度選択を与えたい。だからお前たち二人はここで終わるべきではない。カトン終わった。準備をしろ。準備オッケー。怖いな。逃がせ。抜け出したか。サンキュー、オビト。こっからは俺たちもやるってばよ。死にかけの虫ってのはなんでここまでしつこいんだろうね。母さん、もうあそこでやっちゃおうよ。そうね。ここは超重力の空間か。体がおめえ。だが、やつもかなりのチャクラを消費したようだな。大丈夫かい、母さん。さっさと終わらせて、この空間から出よう。もはや俺に奴を倒せる力はない。だったらやるべきことは、ナルトとサスケを死んででも。守り抜くこと。オイト、お前、
当分こっちにいろ。あいつで、なぜなんて顔しやがる。俺はこれから向こうで凛と二人っきりになれるんだ。お前は邪魔なんだよ、カカシ。オビト、お前にはいろいろと教えられたな。お前にはこれからまだまだ多くの苦しみがあるだろう。だがそれでもお前は変わることなくその人道を貫き通せ。まっすぐ、自分の言葉は曲げない、だったか。それでいい。ナルト、お前は必ず火影になれ。ああ。そしてカカシ、オビト、お前は。すぐに来るんじゃねえぞ。最後まで生きろ。なんだよカカシ、そんな顔するな。こんなクズ相手にそんな顔するなよ。なんだこの感じ。俺の内に湧き上がるこの気持ちは、はあ、そうか、俺は嬉しいのか。最後にお前と共に立てたことが。そうか、だから俺は笑っているのか。罪人の俺に慈悲の感情はいらないよ、カカシ。お前が見送ってくれればそれで最後まで。ありがとうな。行こう。死ぬ順番が変わるだけだっていうのに必死になって本当にバカなやつだな。俺の友を笑うな。シャリンガンだと？どういうことだ。お前の目は奪われたはずじゃ。オビトが最後に託してくれた力だ。あのゴミ虫野郎のオビトめ、最後の最後まで邪魔を。けど大丈夫さ母さん、あいつらなんて。わらわのものだ。え？その力はわらわのもの。母さん、わらわのチャクラ。落ち着いて母さん。まずい、やっぱりチャクラを消耗しすぎたんだ。母さんが正気を保てなくなっている。無駄に勝手に使いおって。これ以上わらわのチャクラを使った愚行は許さぬ。